皆さん、こんにちは。私のチャンネルへようこそ。ボクシング、IBF 世界ライトフライ級タイトルマッチ12回戦。12日、愛知県国際展示場、監修3000人。挑戦者の同級2位、矢吹正道、32イコールラッシュ緑、が3度のダウンを奪う9回 TKO で938日ぶりの世界王座奪還を果たした。王者シベナティ・ノンシンが、 25イコール南アフリカと行き詰まる主導権争いから8回終了間際に連打でダウンを奪い、9回も2度のダウンで1分50秒、レフェリーが試合を止めた。矢吹は今後、同級の防衛戦はしないと明言し階級を上げるか、世界王者のまま引退を示唆した。1回の一瞬の工作が明暗を分けた。ノンシンガの速い左ジャブに、 矢吹がかぶせるように右クロスを決めたこのパンチで王者は踏み込めなくなり手数が減り本来のボクシングができなくなった王者が躊躇しているところに矢吹は左ジャブをコツコツと当てて勝機を引き寄せたペース掌握後も矢吹は無駄打ちをせずカウンターを警戒しながら左ジャブを当て続けた手数こそ多くはなかったが左左ワンツー といいう基本に通した戦い方を貫き最後に右ストレートで倒した作戦通りの展開だった。以前の矢吹にはチャンスがあればラフに攻めていくイメージがあったが今日はそういう場面でも我慢して無駄打ちをしなかった。パンチもほとんどがワンツーだけそれで倒しきったのはすごい見事な復活劇だった。 ライトフライ級には13日に WBO 王座決定戦に臨む同級1位の岩田翔吉、帝剣ら強い選手が続々出てきている。4団体の王座を独占しているバンタム級のように、複数の日本人王者が君臨する可能性がある。矢吹を軸に日本人同士の統一戦が期待できる階級になりそうだ。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。 また次回お会いしましょう。